はい、皆さん毎度でございます。今日はね、切れたポジション球交換したいと思います。皆さん毎度です。今日はね、ナレーション形式でいきたいと思います。これ今ポジション球が切れてるの確認しております。これ結構あったかいんやね。ハロゲン球の前にこう座ることないんやけど、結構あったかみを感じたわ。しっかり切れてます。今からバラシにかかってます。ちょうどメーター周りのこの外装部分を外したら手が届くと思うんで外してます。ネジ2本にクリップ2本やと思います。てかクリップ2本です。これクリップね、結構外すのに手間取ったんやけど、まあ押しピン外すみたいな、クイッと突っ込んでクイッとできるクイックイ多いなのが売ってますんで、今回はドライバーのちっちゃいやつ、マイナスドライバーのちっちゃいやつを駆使して、今これを2つ持ってるんかな、クイックイッとこねながら外しましたと。でこれこのままごそっとこのメーター周りのパネルの外装が外れるはずやねんけど、これが結構なかなか難しくって、ここ外すのは初めてやと思うんやけど、こう隙間から覗きながらなんかどうなってるのか一応確認しながら、まあ半分力技やね。こんなも思い切っていかないとなかなか外れません。これなんか外れたんやけど、なんかピンが折れたんかなと思ったら、これ違うかって、さっき外してたクリップ、クリップの中のピンが取れたんやけど、まあこれが後々見てみると、まあ大変なことでもないんやけど、まあちょっと大変なことが起こってますと。まあこんなまま勢いでパキッパキッと、グイッグイッと折れ外れた。で外れますと。で買ったのがこれ、高品質超寿命って、まあこれを買ったんやけど、よかったらリンク貼ってますんでよろしくお願いします。これプライヤー持ってね、手は届くんやけど引っ張られへんねんね。でプライヤーで外して、こう引っ張るようにゴムがついてるんやけど、そこをプライヤーでつまんで引っ張り出してます。引っ張り出しても線が短いんやね、これ。なかなか、この、外へ出してこれなくって、その、外した狭いところで作業してます。ここまでしか線が伸びません。めっちゃやりにくいね。初めてやからちょっとどんくさい。もう狭くて力がなかなか入れへんね。LED は素手で触ってへんかな。何も思わんと素手でやってるけど、ハロゲン球は触ったらあかんけど。でこれ今さっき点灯試験やったけど使えへんかったんやね。 LED は極性があるから、ちょっと刺す方向を反対にしてます。うまく入ったね、ついたと。これで片っぽ玉の交換は完了です。でこれこの狭いところでさ、また元に戻さんなあかんねんけど、レンズ越しにさ、ポジション球の穴からこう覗けんねんけど、それを見ながら一生懸命押し込んでます。狭いし手はなかなか入れへんしやね、結構苦労しました。でまあ無事入りましたと。これ左側やねんけど、左側はめっちゃやりにくかったね。なんか思うように手が入れへんし、ちょっと右側よりも左側の方がやりにくかったです。
で、これ今玉交換してます。まあスムーズに入ったんやけど、また反対やと。なんでこの2分の1の確率を外すかなと思いながら差し直してます。点灯確認したんで、これ元へ戻すんやけど、こう木の方がね、手が入っていけへんねんね、あの隙間へ。でこっちから覗きながら、で反対からも覗きながら、なんか最後あのドライバーの細いとこでやね、こうつっついてつっついてグイッと押し込んで、まあラバーゴムやから、まあ先ちょっと飛んがってるけどついていいやろ思って、ついて入りました。無事これでまあ完成です。ついてますね、点灯確認で。元へ戻したら出来上がりやねんけども、さっき落ちたピンがなくなりました。LED やね、結構色が違うんやね。これちょっと考えさせられるなということで完成です。ご視聴ありがとうございました。なくしたクリップは Amazon で手配済みです。